それでは見事嬉しい初優勝、川端亮選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日は試合を振り返ってみていかがですか？いやー、もう顔がベスト16みたいな顔なんで、なんとしても柔道だけは優勝したくて頑張りました。決勝戦を前に監督に、川端選手はどんな選手でしょうかって、取材に行きましたら、とにかく勝たせたい、それはインタビューが面白いからだと。ありがとうございます。まずあの高校生の力強い攻めを受けて、決勝戦はいかがでしたか？いや、もうすごいですね、やっぱりあの技が、もう全然自分は技ないんで、あのチャンス待ってました。大学生活最後の年にビッグタイトルを取りました。肩を痛めて非常に苦労した1年でしたね。はい、あ、そうです、あの怪我してました。苦労しました。ありがとうございます。今日は川端選手自身でどこが一番こう良かったんでしょうか？いや、やっぱり会場の誰、皆さんが見ても、誰が見ても川端ノリノリやなみたいな、そういう柔道をしようと思ってました。ありがとうございます。まさにそれが、その叶ったという形でしょうか？叶いました、叶いました。ありがとうございます。さあ、これを機に今後川端さんの柔道にも注目が集まると思いますが、抱負をお願いします。注目せずに注目してください。ありがとうございます。ぜひ頑張ってください。ありがとうございました。ニューキャラクターの誕生です。60キログラム級優勝は川端亮選手でした。おめでとうございました。ですよね、はい、それを見事にクリアしてここまで来たっていう状況ですね。逆転の、はい、川端の引き手をですね、釣り手を切ってるんですね。はい、はい、切って、さあ前に出ようというところで、うまく小内が決まりましたね。渾身のガッツポーズ、川端龍吠えました。Hey guys, welcome back to the Japanese Judo channel. I hope so much you will find this video very interesting. So, Donmai Kawabata or Ryo Kawabata is very popular and fun Japanese judoka M. In the start of video, could see his interview after winning over Naohisa Takato. So, Kawabata is Tokyo Grand Slam silver medalist.And two times Grand Prix bronze medalist. He is also All Japan champion and Kodokan Cup winner. This time you can see Kawabata wins with his favorite Tsubame Gayeshi technique. It was in the semi-final of Tokyo Grand Slam. Tsubame Gayeshi is his favorite and special technique. Grand Slam Tokyo 2011 final. Kawabata lost to Yamamoto with a pawn.Grand Prix 2013 versus Mongolian guy, nice pawn and bronze medal for Donmai-san.